鈴木京香は日本の女優、宮城県出身、バンダ所属、宮城県仙台市出身。泉高校時代は市内の振興団地内にあるスーパーマーケット山沢でレジのアルバイトをしていた。後、富谷市の振興団地に別荘を購入。後両親が離婚。仙台市の東北学院大学経済学部小学科を卒業。大学在学中から、 モデル事務所、仙台 SOS、モデルエージェンシーに所属し、モデルとして活動していた。1988年、金ー、水着キャンペーンガールに選出され、グラビアモデルとして、本格的に芸能界入り。高卒者が大半を占める、芸能界において、珍しい高学歴芸能人の一人である。翌1989年、映画、愛と平成の色男で、女優デビュー。 1991年、1年間にわたって放送された NHK の連続テレビ小説、君の名は、でヒロイン、町子役を演じ、朝ドラ女優として人気女優となった。1995年のテレビドラマ、我慢できない。ではコミカルな演技を披露し、それ以降は人気ドラマに次々と登板した。脚本家、三谷幸喜の作品では、テレビドラマ、 王様のレストランを皮切りに常連出演者となっている。謙虚な主婦や豪快な女性刑事から可憐な女性、教育ママ、大人の女性など様々な役柄を柔軟にこなす。故郷の宮城県仙台市が大きな被害を受けた2011年の東日本大震災後は NHK による復興キャンペーン NHK 東日本大震災プロジェクトに参加した。 同プロジェクトで制作された合唱曲、花は咲くにも参加したが、そのプロモーションビデオでは鈴木のみが歌わずに黙祷をする演出がなされ、このプロモーションビデオ、花は咲くの中心的な存在であった。女優としては妖艶で大人の雰囲気を持つ美人役が多い一方で、長年スキャンダルが特に恋愛方面の浮いた噂が、なく、メディアからは、スキャンダル処女と呼ばれる等と、 真面目な人物像をイメージされており、俳優、堤真一との交際が発覚して、以降は交際を続けて結婚間近かと言われたが、二人の交際は堤の浮気によって破局した。その他、ありがとうございます。